下関商業高等学校は山口県下関市後田町4丁目に所在する私立の商業高等学校。略称は歌唱。山口県で唯一の私立高等学校で公立高校ながら学校全体を指す名称としては下関私立を監視い。また、下関私立商業高等学校の校名でもない。神戸、大阪、横浜、名古屋に次いで、 日本で5番目の商業学校として設置された学校であり、中国、四国、九州、沖縄で最も古い歴史を持つ商業高校である。全日制定時制、定時制は2019年に開校した二部制定時制総合学科高校の山口県立下関双葉高等学校に統合のため、2022年に廃課程の予定。 校訓歌唱において特に校訓は定められておらず、その代わりに古くから校歌、クラス名を校訓代替としている。交渉交渉はギリシャの商業紙ヘルメスの施設杖、ケイルケオンに由来し、一本の杖を中心に二匹の蛇が巻きつく衣装である。交渉を定めたのは1888年のことで東京大学、一橋大学に次いで三番目にあたる。 現在のクラス名は1905年4月にそれまでの子、おつ、へを中国儒教思想に由来するひとし、ぎ、えさとしと改めたのに始まる。1935年に新組が追加され、クラス名はひとし、ぎ、えさとし、しの5つとなった。これらは人々が日常において特に守るべき特目として、中国では 古城と総称されている。戦後、女子生徒クラス用としては、高市の両組、学級像にて、清組、定時制解説に伴い、清組、明組、明組がそれぞれ設けられ、クラス名はすべてで11となった。明組は後に、全日女子クラスでも使ったが、1973年以降は、すべてのクラス名が男女クラスの別なく、 用いられることになったこれらの故障は、1906年以来、クラス名としての実用の他に、生徒たちが日常生活において守るべき、心得としての意味をも合わせ持つものとされ、いわば、校訓に変わるものとしておもんじられてきたものである。市が1926年に校舎を現在地に移転した際、当初計画にあった行動は、財政困難で一旦は断念したが、 創立50周年に合わせて建設。同窓生らの強い要望で実現し、建設費の約6割は同窓生や保護者らが寄付した。鉄筋コンクリート2階建てのべ約1537平方メートルで、天井は音響に優れたドーム型。照明の周囲に施された木製の装飾や、縁談などは昭和初期の雰囲気そのままで、1階は実践室。 水槽学部の部室、食堂、勾配として使用され、2階はホールとして、校内、地域の各種祭事、運動部の練習場所として使用された。2005年10月には映画、出口のない海のロケにも使われた。2013年4月、創立130周年記念事業の一環として、鉄筋4階建てのべ約1276平方メートルの新行動が完成。 1>, 1階が食堂、水槽落部室、勾配、コミュニティルーム、2階が和室、研修室、シャワールーム、教官室、3階が多目的ホール、4階がキャットウォークとなっている。3階の多目的ホールは急行動と同じく各主催時、運動部の練習場所として使用される。急行動で使用されていた交渉は痛みが激しく引き継ぐことができなかったため、 新しく新中製の交渉が掲げられた。同じく旧行動で使用されていた天井の木製装飾などは多目的ホール入り口とホール内に引き継がれている。歴代万古館歌唱の特徴の一つの充実した書籍の保管場所。蔵書数8万冊を誇る校内図書館。全国一致の規模を誇り、関係者以外でも利用可能となっている。 初代の万古館は五体展記念として、明池山時代に建築。二代目は七十周年記念事業の一環として、旧校舎時代に建築。現在は三代目となっている。歌詞は国文学者の佐々木の仏が、曲は宮内省が学長の上正幸になるもの。1910年に制定されて以来歌い継がれたもので、我が国の校歌の中でも古いものに属し、 1954年の70周年に、当たり、新寺清によって、合唱曲に編曲された。1、歴史に留める、下関未来に留める下関一目に望む戦場の、丘に気づきし我が校舎に、国の光を海外に輝かすべき商業の最地に、添えて、武士道の魂磨く、我が校舎3、三早友の瀬戸の並ちと瀬の緑とこしえに、心の誠示さずや、 王式気力示さずや四、我が善良の幸風に養われたる、我が友よ県人自給の舵取りて世の荒波にこぎれでも、歌唱は上記にもあるように、鹿児島商業高校と、中華人民共和国の陳倒し第一職業、中学校、大韓民国の改正高等学校の三校と、姉妹校の名役を結んでいる。2011年、 鹿児島商業高校との姉妹校名約締結が50周年を迎え、記念講演会が開かれた。ありがとうございます。